一郎何してんの？うっさー、そんなこと京一郎がするわけないじゃん。そんなの信じないもん。ほう、京一郎、昨日の宮とかいう女だけでは飽き足らず、今日は桐にまで手を出そうというのか？はじめまして、京一郎さん。私、水口キリって言います。キリって呼んでください。舞子からいつも聞いていますよ。京一郎さんのことはかなり詳しくなっちゃいました。この話の通りの人だ。私が京一郎さんのことに詳しいのは、舞子がいつも京一郎京一郎ってうるさいからですよ。キリ？にゃ、事実だもん。そうだよ、京一郎をバカにして遊んでるんだもん。にゃにゃにゃ、舞子、フィクションは良くないにゃ。ノーフィクションだもん。舞子は可愛いにゃ。うにうに。こら、キリ、髪が乱れる。ねえ、舞子、帰るよ。ダメですよ、京一郎さん。そんな意地悪ばっかりしちゃ。はい、専門用語では受けずって言うんです。
よく言われますよ。これからも舞子が嫉妬しない程度によろしくお願いしますね、京一郎さん。このまま京一郎さんが舞子の家まで背負って運ぶっていうのはどうですか？運んでやれ。この間夜中にわざわざ警察まで迎えに来てもらったんだろ。借りを返してくれ。
したの？こんなところで。それはわからないよ。見慣れてないから。今日は午前で終わりだよ。京一郎さんはどんなお仕事してたんですか？ごめんね、キリ。こいつバカだから許してやってね。あのね、京一郎、今は何をしているのかってことを聞いてるんだよ。わかった。あんたがバカなのはよくわかったから聞き直すね。今は探偵の仕事の何をやってるの？どれ？あれ？ねえキリ、この子だよね。うん、そうだよ。さっきの。ううん、この子を知ってるんじゃなくてさ、さっきもこの写真を持ってる人に聞かれたんだよ。この女を知らないかって。そうです。なんかコート姿の怪しい男の人でした。見せてきた写真も多分これと同じものです。嘘なんかついてないもん。駅の方に行きましたよ。